2022年志摩のオンラインフィッシングショー、今回は新たに2つの船竿を紹介させていただきます。ではまずは三好から紹介したいと思います。これすごい柔らかい竿なんですけどね。これあのムーチングアクション、これ柔らかい調子なんですけど、あの柔らかいんですけど強い、それから粘りのある、UD グラス製の、竿になります。でこの柔らかい竿っていうのはそのなんていうんですかね、うねりを吸収してこの仕掛けを安定させたり、そのファイト中の粘りこう曲げてですねやり取りするときにそのハリスの保護とか、まあ、そういった面であの例えばこの40なんかだとマダイ釣りにとってはもう欠かせない竿です。はい、もう置き竿にしてても手で持ってもそのとにかく UD グラス製なんでそのかなり軽くできてる、うん、で視点もまあ55調子なんで視点も近いんでその持って誘ってても長さを感じさせない軽さっていうのかな、これがねすごくその現場で使うとおっていういい感じの竿なんですよ。その柔らかさのメリットっていうのはもう船ってこう地面じゃなくて海の上に浮いてるもんなんで常にこううねりだとか波で揺れるんですよね。で、まあ、基本的には手で持って釣ってもらいたいんですけど、まあ、長さもあるし重りも重たいんで置き竿で釣ることが多いです。で置き竿にした時にその硬い竿だと仕掛けっていうんですかね、重りとかが安定しないでこう 竿先と一緒にこう跳ねちゃうんですよね。でそうすることによってこう不必要なコマセが出てその本命以外の魚も寄せてしまうんで、まず仕掛けを安定させたいんで柔らかさ、もうとにかくそのしなやかにその船の揺れっていうんですかねを吸収してもらってビシそれから針を安定させる、これにはもう柔らかさは欠かせないですね。でその後に魚がいざかかりました。でまあこれマダイで使う機会が多いんでマダイに関して話させてもらうと、ハリスがまあ関東の場合3号とか4号細いハリスでその大きい場合はその8キロとかね10キロぐらいの魚まで狙うんで、そのやり取り中のハリスの保護っていうんですかね、その竿が曲がることによってその引き込みとかをうまく吸収してもらう、だからこう 粘って耐えてで、まあ、もっと引っ張られたらその今度はドラグを使うんですけど、そのドラグを使うギリギリまで竿の粘りを利用してそのやり取りをする、まあ、そういう点ではこの柔らかい、ただ柔らかいだけじゃなくてその粘りもあるっていうのがものすごく重要になってきます。この三好のシリーズっていうのは、まあ、あの最近そのコマセマダイとか比較的短い竿が主流になりつつあるんですけども、ものすごくこのなんだろうベーシックっていうのかな、ある程度長さがあって柔らかいムーチングアクション、この竿ってその視覚的にもすごく楽しくて置き竿にしててもいいし持っててもいいんですけど、魚が来たらもうこの辺ぐらいまで絞り込まれるんですよ、ガーッとね。でこれがねあのまあその鯛釣りの醍醐味の一つでもあるんで、そういうのも楽しんでもらいたいかなっていう。であとその短い竿を使うのは操作性がいいからなんですけど、この長い竿っていうのも55で曲がるんで視点が結構手前に来るんですよ。だから意外と80とかのビシをぶら下げて1日こう手で持って誘ってでも疲れない、うん、でこんだけのクッション性の役割をしてくれる長さがあれば、まあその経験の浅い方とかね、不意にドーンと大きいの来てもある程度時間稼ぎができるんで、大きい魚もねその時間稼ぎしてる間にちょっと気持ちを落ち着かせてやり取りすれば、まあまあ多分取れると思います。でそんな意味でねこう長さがあるっていうのはその違う視線で楽しめるっていうのかな、はい、で僕は意外とこの長い竿が好きで今でも使いますけど、やっぱりこの曲がり込みっていうんですかねをね味わっていただきたいなと、そんなふうに思います。ただその
長さゆえのデメリットっていうのもあって、例えばその操作性の悪さ、そういうのも若干感じられちゃうことが、まあ、通常のサウだとあるんですけども、三好に関してはそのスパイラル X コアやそのハイパー X を採用していることによって、その柔らかさを補うそのねじれとかブレのロスっていうんですかね、をなくしているので、まあ、コマセワークなんかもスムーズにできるようになってます。そして、リールシートは、シマのオリジナルデザインアルミシートを採用してます。で、あのアルミのシートって意外とその長時間使っているとガタつきっていうんですかねが出てくるんですけども、まあ、これに関してはそのクッションが入ってるんでしっかり、まあ、ネジが染み込める。それからリールの足が当たる部分ですね、ここが平らになってて、ここに樹脂が入ってるんで、その通常のアルミバットに比べるとリールのフィット感がものすごく良くなってます。で、まあ、見た目もかっこいいんでなかなかいいかななんて思いますけどね。で、このミオシリーズは、まあ、あの長いラインナップが多いんで、これですね、ちょうど真ん中センターカットの2ピースになってるので、まあ持ち運びですよね。これも便利になってます。で、ラインナップなんですけど、まあ、これ今こんだけ太さ違うんですよね。で、20から100まで、でこれ今40ですね。で40、まあ、20、40っていうのは僕はあの関東に住んでるんで、まあ、関東でマダイ釣りなんか使う場合は、まあ、20、40が一番オーソドックス で僕はもうこの手の竿はとにかく柔らかいのが好きなんで20が一押しで、まあ、マダイっぽくこうスレッドカラーが赤が入ったりするんですけど、これが、まあ、どちらかというとマダイ向け、細ハリスのマダイ向けのムーチングアクションで、こちら今80があるんですけど、80とねちょっと違いが、太さは当然違うんですけど、このスレッドのカラーですね、ここのピンスレッドのカラー、これは青が入ってるんですけど、わかります？この青は青門の青なんですよ。で、あの曲がるんですけど、この80とか100とか60はすごいトルクがあるんで、まあその泳がせみたいな釣りだとか落とし込み、あとは不等ハリスを使った、まあ、そこそこ大きい青ものまでを狙ったりするのにはこちらの方が向いてるんで、まあ、あの対象魚によって使い分けてもらったりするとよりこう釣りが楽しくなるのかなと思います。続いて紹介するのはリアランサーマルイカですね。こうやって見ると分かりにくいですけど、フロントトリガーついてます。で、これあのもうカワギザオなんかにもついてるんでご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、通常のトリガーと指の書き方が違うんですよね。一番前、人差し指で書けるか、で、まあ、トリガーついてるんで、まあ、その竿の向きの安定感とかは全然ブレることなく持てるんですね。でしかもこれ力も入るし、その叩きだなんだっていう細かい作業、こういうのもものすごくやりやすくなってます。でこうトリガーってなんだろう、グリップってこうずっと力強く握ってるんじゃなくて、浮かしたりこうちょっとこう、ま、なんだろう、叩いてる最中に乗ってもう掴んでる位置、それから巻き上げる位置で若干こう力変わっていくんですけど、人差し指っていうのは大概ここでもう決まってるんですよ。この後ろをこう動かしたりすることもあるんですけど、これは決まってるんで、この状態でしっかりホールドできる、もう力も入るし、結構こう器用に動かす、ここを支点にこう器用に動かせるんで、これついてるとものすごく竿が安定して、なおかつ疲れにくくこう器用に竿を動かすことができるんで、これはすごい優れものだと思います。で、あの小型のフォースマスター200のような電動リールも付けられるんで、その深場から浅場まで、まあ、問題なく使い切れちゃいますね。次に穂先なんですが、タフテックと、タフテックアルファを機種によって使い分けてます。これですね、この
敏感ですね。でこれこの竿は、SS155 これは、タフテックアルファこうしなやかですね。でも、まあ、これちょっと重りぶら下がってないんでぶれちゃうんですけど、重りかかってるとピタッと止まるんですね。でまあそのなんだろう、叩いた時の追従性とか叩いた後のその止めっていうんですかね、これがすごく落ち着きやすい従来のソリッドより。でまあ当たりって目で見るんで、その動きっぱなしよりは止まった方が絶対見やすいんで、その何かモーションした後にピタッと止まる、それからこっち側で起こしたモーションが素直に伝わる、そういう穂先が理想的なんで、一応こういうラインナップにしました。深場用の、S の160、ここに関しては、深場でちょっと負荷がかかるんで、タフテック。あと、73145は、ベーシックな浅場用モデルなんで、しなやかなタフテックアルファを使ってます。アイテムなんですが、73145、それから82の SS155、82S160、この3種類があります。で73145に関しては重りを浮かした、まあ、従来やったあのマリカの積みですね。73調子のベーシックなメカンド対応モデルで、82SS155 に関してはものすごく穂先が繊細なんで、もう完全0点対応モデル、もう重りをそこにつけてっていうような感じの積みですね。 82S160 はその激しく叩く誘いとか、それから深場が潮が速いエリアなんかでちょっと高負荷がかかる、そんな場所で、使えるような0点対応モデルになってます。 SS155 に関してはこれですね、穂先が抜けます。でこれ0点対応モデルなんで穂先がものすごく柔らかいんですよね。でこう万が一パッてやっちゃった場合ですよね、通常の修理より穂先だけ交換すればいいんで安く直せる。あとはそのもし心配だったら、まあ、パーツとして取り寄せて予備の穂先として現場に持っていくのもありだと思います。もう少ししますとね、春になります。海の中はそのいろんな魚が賑やかに動くようになるんですけども、例えばマダイなんかはのっこみですね、もう一大イベント。だからマルイカもあのもうすでに始まっているかもしれないんですけど、さらにねこのあとどんどん春に向かって浅いところに乗っこんできて釣りやすくなってくるんで、まあその新しいこのツアイテムですね、三好とマルイカ、この辺りを持って、現場に出て楽しんでみてください。